前田氏です。今日はですね、前回、前々回かなの動画で、おしゃれなファッションアカウントの方を日本人バージョンをね、ご紹介させていただいたんですけれども、それの続編ということで少し、一つね、動画飛んじゃったんですけど、またご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今日はですね、こちらの方、橋本圭さんという方ですね。カーサービスというブランドをやっておりまして、渋谷にあるセレクトショップパルプのディレクターでもあり、東京のクリエイティブ集団、ユースクエイクの一員のでもあるという方なんですけれども、こちらの写真ですね、自身の、ブランドカーサービスと、ディッキーズのコラボジャケットを着用されています。で、このオーバーサイズとかがね、苦手というか、あんまり着ない人にはぜひ参考にしやすいスタイリングなのかなと。あとはこう普段ねオーバーサイズばっかりやけど、ちょっとこうシルエット、細めのサイズ感とかも着てみたいなっていう方にはすごい参考になるシルエット感になってると思います。で、このスタイリング自体にもね、田畑翔平さん、1年ぐらい前の YouTube でも投稿したことあるんですけども、もともとヌビアンのバイヤーで今ハイプビーストの方に、いらっしゃる田畑翔平さんもね、かなり称賛のコメントをされてました。実際この橋本さんとね、すごい知人のようなんですけれども、そういうコメントをされてました。で、ブルーケイトのね、スタイリングに、赤のスニーカーがこう浮いてるけど馴染んでるというか、いい浮き具合というかね、このスニーカー自体がなんかこうヴィンテージ加工がされてるのか、こう履き潰してなんか色味がちょっと焦ったのか、こういい感じの色味のスタイリング具合がこのブルーのコーディネートともマッチしてるなっていう印象です。で、ジャケットのインナーもこう胸元がねちょっと緩めにはなってるんですけども、これはこうなんかこうカチッとしすぎてないというか、ワークジャケットとかね、こういうあとスイングトップとか、そういうこうワーク系をベースにしたジャケットとかって首元詰まってるとちょっときっちりした印象になっちゃうんですけど、あえてこの T シャツで抜け感を演出してるというのもなんか素晴らしいなというふうに思います。あとそのね、首元からちらっと見えてるゴールドのネックレスもね、アクセントとしていいなと。あとこの腰のね、ボレットチェーンも含めてなんですけど、すごいなんか小物の使い方も上手やなという、絶妙な感じだなと思います。で、この方もね、スニーカーの紐きつめに縛ってらっしゃるんですけども、前回の投稿の吉岡亮さんもね、きつめに縛られてたんですけど、これ紐のをなんかきつく締めたり緩く締めたりとかっていうので遊んでみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、次がですね、2枚目、メッシュキャップを着用されていますね。僕が3年ぐらい前から4年ぐらい前から流行る流行ると言い続けているメッシュキャップ、今年こそ流行るんじゃないかなというふうに。もう早3年ですか。早3年です。3年経ちましたね。そのメッシュキャップなんですけども、このメッシュキャップ自体はシャーマーっていうブランド、今年の春からこうリリースされだしているブランドなんですけど、なんかこう誰がやってるかとか、どういう経緯でやってるかとかっていうのを全部なんかこう非公開にしてるブランドなんですよね。で、このブランドアカウントも実は去年末か今年の頭ぐらいに出てきたんよ。で、非公開アカウントやってん最初。あ、そうなんですか。で、最初非公開アカウントでほんまわずか数十人とか、おそらく関係者とかその知人とかだけがフォローしてる状態だと思うね。それによりフォロー申請しとってんけど、知らん間にフォローし、なんか承認してもらってて、最初は200人ぐらい、200人も百何十人とか言ってんけど、そこからタトラスっていうショップでポップアップをしますというので、なんかこうオープンにしていって、今フォロワーが1800人2000人ぐらいアカウントにもいて、新進気鋭な感じですね。新進気鋭な感じで、ほんで誰がやってるかとかっていうのは完全非公開なんやけど、もうおそらく俺は田畑翔平さんがやってるんじゃないかと睨んでるのよ。睨んでるな。確実に絡んでることは間違いない、ただどういう絡み方をしてるかっていうのは一切不明っていうのが、そのシャーマーっていうブランドなんやけど、古き良きアメリカをベースにしてるんよ、テイスト自体をね。だからなんかそれをこう、この橋本さんもチャンピオンのトレーナーを着てるんやけど、このスタイリングでも何かとコラボしてんのかなっていうトレーナー、どこが何か入ってるっすね、何かのコラボなんかなと思うけど、知ってる方ぜひコメントください。そういうなんかチャンピオンとかみたいなね、こうアメリカのアメリカ製のブランドと一緒にミックスして、こう古き良きアメリカのテイストを大事にしているシャーマーっていうブランドとなんかストーリーをこう絡ませてスタイリングしてるのかなっていうのもここから見て取れるし、あとはね、靴がこうワークブーツの、アメカ時間強めのねアイテムなんですけど、こうストリートベースのスタイリングにこう意外とハマってる感じというか、
のスタイリングですね、これ自体の。で、まあ、このスタイリングに関してもトップスはジャストサイズ、ジャストサイズよりちょい緩めぐらいかな。かといってオーバーサイズで着られてないというシルエット感になってます。まあ、シンプルなね、スタイリングやからこそこうメッシュキャップにバッチつけるのもいいんですけど、このバッチに関しても実はシャーマーともう一個ボーイズイントイランドっていうブランドがあって、それが一緒に合同ポップアップみたいなのをしてたんよ、そのタトラスで。でそこで購入された方先着やったか、あ、ちゃう、買った人がタトラスのなんかアプリダウンロードしてなんか登録したらバッジもらえるみたいな感じだった。そんなのして、ね、そうそうそう。でそのボーイズイントイランドとシャーマーのバッジをなんかもらえるっていうので、多分そのバッジなんじゃないかなと俺は睨んでるのよ。なるほど、目に当てほしい。睨んでます。そのバッジがちょっとね分かりにくいんやけど、この画像で見るとね、うん、ちなみに俺もこのバッジ2つ持ってます。2個。2個。なんで2つ？うん、ポップアップ行っていただきましたね。あ、そうなの。はい。で、まあバッジをこうつけてらっしゃるんですけども、まあ、メッシュキャップにねこういうバッジをアクセントとして使うのはすごいいいんじゃないかなと思います。まあ、特にこうジージャンのなんか襟にねバッジつけたりもできますし、なんかそういう遊び心があるコーディネートなやなというふうに思います。まあ、あとはねこうショーツからチラ見えするタトゥーもいいかなと、なんかファッションとしてねすごいなという印象です。まあ、ちょっとねシャーマーとボーイズイントイランドっていうちょっと話はそれちゃったんですけど、スタイリングから。まあ、次、3枚目の方いきます。で3枚目、こちらなんですけども、まあ、こうベースボールシャツのねこう新たな可能性を見出されたといいますか、感じられますね。うん、まあ、あんまり細めのパンツで合わせることってないと思うんですよね、ベースボールシャツを。でもアナーキーでも一回着てた気がするんですよね。あ、細身な感じで。それでこう細身のパンツで合わせてるんで、こうゆえにこう 90s のもろ 90s の B-boy 感が払拭されてるというか、まあ、今風にアップデートされたベースボールシャツの着こなしなのかなという印象です。でここにもね赤のオールスターを、まあ、履いてるんですけども、この外れ方もなんかまたすごい絶妙やなと。なんかね、多分やる人がやったら結構なんかってなるかもしれないですけど、なんか色の使い方が橋本さんやからなんかなるんかなとか思っちゃうけど、そうじゃないんやな。こう奥の深い、やっぱ色合わせ一つとってもすごい奥が深いなという印象です。だからこれとこれは合えへんやろっていう固定概念があかんのかな。いや、そうっすね、やっぱ色々、うん、ね、必要ないってことですね。色々試してみるべきなんだなと思います。で、まあ、あとはこうシューレースもね、これは白じゃなくて黒に変えてらっしゃるんで、スタイリングがこう全体的にいい感じに締まってるなと。トップス白シャツで、まあ、ここ赤のコンバースで、この白ひまやったらちょっとなんか、そうですね、うん、見え方また変わると思うんです。ふわっとふわっとしちゃう、ふわっとしちゃうかなっていう。それ黒ひまに変えてらっしゃるんで、それがまたなんか、うん、なんかさすがやなといういい感じですよね。うん、感じですね。だからそう靴ひもを一つとってもなんかね、コーディネートに取り入れてみると、コーディネートの幅が広がると思いますので、ぜひその辺もチャレンジしてみてください。まあ、この橋本さんなんですけども、車がめちゃくちゃ好きで、中でもこうクラシックな車に乗ってらっしゃるんですよ、本人自身もね。その車とリンクするファッションされてて、まあ、こう自身のブランドの、カーサービスという名前でディッキーズとコラボして少しワークのテイストを落とし込んだりもしてるんで、うん、なんかそういうなんか自身の趣味とファッションをリンクさせてるなという印象です。なんかもともと車の整備士になりたかったみたいな。ああ、そうなんや。へえー。でもそれを超えちゃってファッション、うん、でなんか東京文化入って、うん、で最終的にそう今もともと好きやったやつとファッションをリンクさせてやってるみたいな、うんうん、ああ、なるほどなるほど。おお、素晴らしい素晴らしい。なんか上から目線すごいな。まあ、あとはね、他にもこうブラックアイパッチのモデルされたりとか、あとラッパーのビムですね、ビムのアルバムのジャケットのスタイリングされたりとか、あとハイプビーストのインタビューにポギーさんと出たりとかっていう風にマルチに活躍されてます。いや、僕ね、もっと紹介したいスタイリング昔から見とってめっちゃあったんですけど、うん、いざ探してみたら結構消されてて。おお、そうなんですよ。僕はもっとなんか伝わるやつがあったんですけど、うん、この人年齢も僕なんか1個か2個ぐらい上なんで。ああ、じゃあもう、じゃあ52、53ってこと。なんかこれからの日本のファッション業界の注目人物かなっていう印象はありますね。うん、まあそうやな。もうなんか俺もインスタグラム拝見させてもらって、すごいなんかおしゃれなスタイリング、なんか絶妙なね、うん、うまい、うん、うん、なんか個性もあって、なんかその辺に歩いてない感じの雰囲気もある
スタイリングをされてるんで、ぜひね、インスタグラム概要欄に貼っときますので、拝見してみてください。ほんまにね、この、橋本さんのインスタグラムのページ見てもらうとね、もっとこの人の世界観が伝わると思いますんで。伝わりますね、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで、今日の動画終わりますんで、また次回の動画でお会いしましょう。